プロ野球、異例の一日。プロ野球は14日、平日ながら、デーゲーム2試合が行われた。デーゲームは宮城と北海道、さらに、ナイターゲーム4試合が全て地方、球場で予定されており、関東関西で試合開催なしという、珍しい一日となった。日本ハム対西武は、日本ハム本拠地の北海道、エスコンフィールドで、楽天対ソフトバンクは、楽天本拠地の宮城、楽天モバイルで、共に午後1時開始で行われた。ナイターは、セリーグの巨人対 DeNA が富山、ヤクルト対広島が松山、中日対阪神が豊橋と、全試合が地方球場で開催されるほか、パリーグのオリックス対ロッテは、那覇で行われる。ネット上では、今日はデーゲーム2試合、富山、松山、豊橋、那覇のナイター4試合と不思議な日か。地方開催祭り来た。地方球場かデーゲームしかない、1日4試合地方球場珍しいんじゃないの？パラレルワールドのプロ野球？関東で1試合もしてないの超レア、え？競輪じゃないよね？などと様々な声が上がった。確かにすごく珍しい。平日デーゲームなんて珍しい。NPB どうしちゃったの？地方開催いらん派。球団増やしたらいい派。ぱっと見、どっちの主催かわからんなって思った。昔は全試合関東ってのがあったな。関東市場主義はやめてよ。エスコンできてから、ハム主催の地方開催消滅したから寂しい。球団のない全ての府県にも、毎年試合があると良いね。これだけ、地方試合&平日、デーゲームが重なるのも、本当珍しいわな。たまたまなんだろうけど、おそらく、こんな日は二度とないかも。今夜は、東京も大阪も静かな夜になりそうだ。地方球場は大型ビジョンがなく、派手な演出がないのが新鮮ですよね。ハムも、北広島の地方球場みたいなもんやしな。その上ホーム開催の2試合が、平日デーゲームという。雨だけが心配でしたが、どの地方球場もやれそうですね。最近は、地方球場もかなり良くなったところも多いね。地方開催をもっと増やしてほしいです。特に阪神や広島。こんな日もあっていいですよね。なんか知らんけど少し楽しい。